はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、これからですね、ミッドタウン日比谷に行きまして、久々にレクサスミーツさん行っていきたいと思います。イエーイ。実はですね、レクサスミーツさん今年の8月末で一旦休業されるようなんですね。それも改装工事が入ってしまうようで、次に営業を再開されるのはなんと来年の春ということで、それまで半年ぐらいの間休業してしまうそうなんですね。なのでせっかくであれば休業前に一度は行かねばということで、今日これからレクサスミーツさんお邪魔しに行きたいと思います。でレクサスミーツさんなんですけど、その休業前にとあるスペシャルな車を展示されているということなので、今日はそのスペシャルな車も見に行きたいんですけど、ちょっと混んでそうな気がしますね。無事にたどり着けるかな。早速お邪魔していきます。よいしょ、お邪魔します。剣をパッチしてください。遠くなっちゃった。遠い。よいしょ。いつまで撮ってもね、この発見機への車寄せができません。まあ無理に近づけてホイールをガリる方が嫌なんで、きっとこれで正解なのでしょう。はい、ということでそれでは早速お邪魔していきたいと思います。今日もご安全に行ってきます。なんとか到着しました。はい、それでは行ってきます。到着しました、レクサスミーツ日比谷さん。まあ、カフェの方の行列がすごいんで、ちょっと行列が落ち着いてからカフェ行こうかな。まずは車両の展示から見ていきますか。はい、ということで今日の車両の展示なんですけど、まずはこちら LC500。 そしてなんと左手にはじゃじゃーん、レクサス LFA でございます。うわー、なかなかレクサスさんでも展示されてるとこないと思うんですけど、レクサスミーツさんでまさか見れる日が来るとは、めちゃめちゃ嬉しい。で今回展示されているこちらの LFA なんですが、なんと特別使用車ということで、ニュルブルクリンクパッケージという名称で、わずか50台程度しか生産されなかった、さらに高性能な仕様の LFA になってますね。パッと見で分かるところで言うと、このスポイラー部分ですね、こんな感じで贅沢にカーボンが使用されていますし、金具までカーボンです。そしてタイヤ周りについても専用の BBS メッシュホイールが装着されており、足回りもすごいかっこよくなってますね。そしてタイヤサイズは 265-35ZR20 で、ブリヂストンのポテンザ RE070 を装着しております。またお尻周りもすごく特徴的で、このように大型の固定リアウィングがついてるんですが、こちらも全てカーボンです。わーお、かっこいいな。正直 LFA ですら街中で見かけることなんて想像ないんですが、このニュルブルクリンクパッケージなんて人生でも一度お目にかかれるかどうかレベルな気がするんですよね。私は今大興奮している。あとはこのオレンジ色のボディカラーもすごく目を引きますよね。そしてこちらはニュルブルクリンク仕様ということで、ベースモデルと比べてエンジンの仕様も変更されており、最高出力は571馬力、最大トルクは480ニュートンと、ベース車よりもなんと11馬力もアップした車両ということですね。私が最初に LFA を生で見れたのは、ゴミさんとコラボさせていただいた際に、ゴミさんの黒い LFA を撮影させていただいたことなんですけど、いやー、まさかこんなところでニュルブルクリンク仕様が見られるとは、感無量ですね。今回は展示車両ということなので、この運転席のドアを開けて内装まで見ることができなかったんですが、この窓ガラス越しでも分かるスチャーリングとインパネのカーボンがまた贅沢ですよね。ダッシュボードなんかは前面にアルカンターラが使用されていますし、内装の高級感も素晴らしいです。 4.8 リッターの V10 エンジンサウンド、思い出すだけでね、よだれが出てきそうなんですけど、もう一度あのサウンドを聞きたいな。いやー、やっぱり見てみると本当迫力がすごい。いいなー。でもこの車、私がどんだけしのぎをして頑張って、もうジャンプ台を使って飛び上がっても買えないぐらいの車両なんだよな。夢のまた夢。
内展示されている LC500 はグレード S パッケージということで、コンバーチブルタイプを除いて最上級グレードということですよね。いやー、足元もこれすごくかっこいいし迫力がすごいな。タイヤサイズは245/40/21で21インチホイールですね。でかい。こちらは LFA と違って内装も確認できるんですが、すごい内装はシックな感じになってるんだな。いやー、このシートの重厚感もめちゃめちゃいい。女性が一番好きな車のメーカーランキングで毎回レクサスが1位になる理由もわかるというか、この内装の豪華さはやっぱりレクサスさんならではですよね。お尻周り見てたらまさかのリアスポイラーが上がってる高速走行時に自動で上がってくる仕様だと思うんですけど、今回展示車両ということでちゃんと上げた状態で展示してくれてるんですね。優しい。でもこうやって上がるんだな。なんか可愛いよね。シュコンとした感じがすごく可愛らしい。向こう側に展示されている LFA ニュルブルクリンクパッケージとはまた全然違うんですよね。今のところ私レクサス IS500 を保有してるんで、追加でレクサスを購入しようかなとはまだ考えてはないんですけど、でもこの LC500 ちょっと憧れちゃうんですよね。でも車両の展示に食いつきすぎてめちゃめちゃここで時間を食ってしまったんですけど、でも本当であればちょっとカフェもお邪魔したいんですよね。カフェの席空いてるかな。あ、席待ち待機列とかある。なるほど、ここに並んで席が空くのを待てばいいのかな。バッツリサンドイッチとゼリーも2種類頼んだんですけど、お腹いっぱいになりそう。すごい、エビがプルプルで美味しそう。トマトもレタスもぎっしり入った上にアボカドまでついてるんで結構贅沢ですね。いただきます。うん、サンドイッチがあまりにも大きすぎて食べづらいめちゃめちゃジューシーで美味しいです。もう大混雑でしたが、休業前にちゃんと来れてよかった。特別な車両展示も今だけですし、しばらくレクサスミッツさん休業に入ってしまうようなので、皆さんもぜひ8月中に遊びに行ってみてくださいね。あ、今回も当然のごとく案件ではありませんので安心してください。レクサスミッツさんについては勝手に私が好きで通い詰めてます。えへへ。出たらなんかお祭りやってますね。キッチンカーとかも来てるみたいで、 DJ さんもいる。おすごい、パリピなイベントが始まってました。そして日比谷といえば EY。 はい、レクサスミーツさんに行く前は私就活でよく日比谷に来てましたね。まあ、結局違う法人に就職しちゃったんで全然来てなかったんですけど、そうなんです、日比谷には EY があります。はい、それでは帰りたいと思います。さて、今日の駐車料金はいくらでしょうか。1600円。もしかして本当にこちらの車ですか。あ、これです。 ありがとうございます。はい、私迷子になったか心配されてたのか。ありがとうございます。迷子じゃないです。なんかずっと警備員さんがついてくるなと思ったら、私が駐車場迷子になってないか心配でついてきてくれてたみたいでしたね大丈夫です、ありがとうございますそれじゃあ行きますか。この夏休み期間でいろんな車の展示を見に行ったんですけど、いやー、ちょっと最後を締めくくるにふさわしい特別な車両でしたね。うん、LFA ももう億超えの車ってことを考えると、逆立ちしたところで買えやしないような車になってしまったので、もう LFA を所有するなんて夢のまた夢なんですけどね。いや、ほんとこういう車ってどんどん値上がりしていくな。もう恐ろしいよ。さあ、外は眩しいぜ。こっからドライブしてまた帰りますか。はい、ということで今回はレクサスミーツ日比谷さんお邪魔してきたんですけど、今月末で一旦営業終了ということもありますし、特別な車両の展示も期間限定ですので、ぜひ皆さんも今のうちにレクサスミーツさんに行って LFA 見てきてくださいね。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたら
チャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。